警察、ね、だよね警察なんか言われるよね言われるよね、多分、うん、もうそう前向いてないとかちょっと迷惑だなって思ってぶつかったり危ないから最長となんかこうやってなっちゃうよねあそうです確かに回っちゃうかもHey guys, welcome to the Ask Japanese channel. My name is Kathy Cat. The foreigners, the tourists are back in Tokyo after almost 3 years, and so are some of the annoying and upsetting things that some foreigners do here in Japan. You don't want to be one of them, so let's find out what you must definitely not do when you come to Japan. Let's go and Ask Japanese. And don't forget to like and subscribe.やっと外国人は日本に戻りましたね。周りを見ると結構増えました？そうですね。増えてますね。結構見る人多いですね。結構増えてて、でやっぱこの時からこそ感じるのは、あ、ここちょっとルール分かんなかったのかなとか、若干迷惑かな、してるのかな、知らないかもしれない。なので今日はみんなにちょっと日本のマナーを教えてあげよう、という企画で、ちょっと日本で来たらこれやっちゃダメだよって、一個ずつ教えてください。乗り物内での飲食とかはダメじゃない？電車とか？電車とかバスとかの中で食べたり飲んだりとかはこぼしちゃった時とかに周り迷惑かかっちゃうから良くない。なんでそうなっちゃったって知ってますか？あー、音？音とかちょっと迷惑になっちゃう。確かに静かにしなきゃいけないもんね、うん、乗り物とかは。なんかそんな感じだよね。うるさくすると寝てる人とかもいるから迷惑になっちゃうから静かにしないといけないみたいな。他になんかしちゃいけないもの？でもあれだよね、右左決まってる、ね、エスカレーターとかは。先行く人そうある。あと左にエスカレーター止まってる人は左、うん、で歩いて登ってく人が右側を歩くみたいな。エスカレーターでは左で止まって右側で歩くです。Okay. スーパーとかで開けて食べちゃダメ。海外よく見る。確かに。から、後でどうせ払うからみたいな。そうそう、買って外で食べるなら OK だけど、多分中じゃダメ。勝手に中でスーパーに、日本のスーパーに入って物開けちゃったらどうなっちゃうんですか？警察？ね、だよね。警察？なんか言われるよね。言われるよね、多分。よし、海外の人が日本に増えたので、今日は海外、私たち見てる人もね、ほとんど海外の人なんで、日本に来たらこれやっちゃいけない、爪が飛んだ。箸をでこうやって持って、もう一個の箸でこう渡すみたいな。じゃあ、物が右と左、二人が箸を持って、物は箸と箸同士に渡しちゃいけない。それは何でしょう？余裕がある。余裕がある。まだ。マナーだから。骨を渡すらしいので、それ似てるからやめようってらしいです。他になんか食べ物、お箸のマナーとかありますか？お茶碗持ってちゃんと左手、利き手じゃない方をちゃんとお皿に持って、お皿に持ちながら食べる。なんか、こうやって食べるんじゃなくて、ちゃんと持って食べるとか。あ、持って OK ってことですね。持った方がいいよね。できる。お皿を持ってって、ちゃんと。こうやって取り分ける。お皿を置いたまま、こうやって取るんじゃなくて、お皿をちゃんと持ってって、取る。でもやっぱ箸の持ち方汚いと、確かに。ってなる。バッティン箸とかだったらちょっと気になるかも。ちゃんとやってると思ったのに違うですね。私も今日勉強になってます。やったあ路上喫煙、そうですね。渋谷の、喫煙所とか、結構外で吸ってる人とかは多いんで、まあ路上喫煙は確かに多いのかなと思いますね。外国の方は。いや、ここでなんか歩きながらタバコ吸っちゃダメってことですか？とか結構よく見ますので。痛くなりますよね。まあそうですね。結構匂いが強いので、やっぱり。日本の人もあんまりマナーを守ってない人は結構いるんですけど、まあ、喫煙所で吸ってほしいなっていうのはあります。楽しいのは、もうすごいわかるけど、道止まって、なんかライブ配信したり、そういうのは、ここら辺にカメラそう、こうやって自分で歩きながらとかやるのは、こっちも
なんか許可なく映るのは嫌だし、うん、もうそう前向いてないとかちょっと迷惑だなって思って、ぶつかったり危ないから。まさにそれ、なんか人を映るときには一声かけてほしい。そう、本当にそうで、本当にいろんな人見てると思うから怖いなって思ってって感じかなって。こうやってこうやりながら歩いてる人とかいっぱいいる。ここら辺の人めっちゃほら映ったり、これ私のライブ配信してる人だとしたらこうやってバックの人が映ったりするから、わざと入れたりする人いるんですよね。後ろに人いたみたいな、日本人だみたいな感じで、うち珍しくもないの日本にいるならこれが日本人よみたいな感じで映されたりするのはちょっとやだなって、ちょっと迷惑かなと思います。なんか思いつきました？私ボイスメッセージを街中で送るのをやめてほしくて、あと急に超大きい声で電車内で電話とかはやめてほしいですね。みんな静かにしてたりするので、そこで急に大きな声で電話とかしてされると相手の方のにもの内容も全部丸聞こえだし、少し迷惑かな。でも特に日本の電車すごい静かですよね。はい、私じゃないけど友達の話だけど、なんか制服、学校の制服着てたら、外国人に写真撮っていいですかって、制服可愛いからみたいに写真撮っていいですかって言われて、でもその子嫌だってからノーって言ったのに無理やり写真撮られたり、しかも一緒にじゃなくてその子単体でその子だけの写真撮られて、嫌だって言ってるのに撮られたみたいな感じで言って嫌がってたから、やめてって言ったことはやめてほしいかなっていう感じです。あ、like, you can't just go and take pictures of school girls. That's a no. And say no. You need to stick with their no. 横に並んで歩くとか、あ、うん、片側に寄って歩かないとこうすれ違えなくなっちゃうから、うん、その横に歩くのはなんででしょ。大人数でみんな来てるから、うん、固まられてると邪魔だなと思っちゃう。それさっきほどそれあったんですよ、うん、もう大人数が全部の竹下通りを詰まっちゃって、うん、覚えてくれ気づかないのかなと思いながら。確かに、うん、しかも結構人多い渋谷とかだと、あの道も細いし結構人数も多いんで、横に並んでると確かにちょっと邪魔だなって思う時はあるかもしれない、うん、ある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 、うん、納得納得納得マックス何人ぐらい、マックス何人横に並んだ OK ですか。 2,3 人かなって感じ、うん、3人でもちょっと3人結構ギリかもしれない、2人までかな、うんうん、横は確かに4人組だったら2-2 5人5人目だったら2-2 か、まあギリ 2-3 ギリ2、3かな。ギュッと。ギュッと。しかもなんか日本人って、なんかこう、右側通行、左側通行みたいなのを勝手にこう、前の人にこう、進んで勝手になるんで、なんか、やっぱみんなで横並びで歩いてると、それがこうなんか、損なわれちゃうというか、通行がうまくできなくなるなって思います。あの、周りの動きを見た方がいいんですね。うん、そうですね。そうかもしれない。他に何かありますか？駅着いた時に、あの、出入り口にいると、一回降りていただきたいなとは思ったり。ああ、そうですね。で、あの、電車のドアの前に立つのやめようみたいな。そうです、そうです。塞いちゃおうとなんか、こうやってなっちゃうよね。あ、そうです。確かに、回っちゃうかも。Let me add some things on top that you definitely should not do. You will probably be traveling by train, right? So first of all, please line up before you go onto that train and do not cut in line. People will be very angry if you do that. Secondly, don't snatch someone's seat. Don't block the seat with your luggage. Don't spread eagle it and block two seats at the same time. And also, if you have heavy luggage, don't have it on the seat next to you. Put it on the rails on top. And if you have a backpack, try and take it off so you don't bump into other people. That is so hated. Because the trains in Japan are so crowded, you will really annoy people if you act up. And also, don't talk too loud on the train either. I know, it is a very cramped environment. Everyone's a bit stressed, so you want to make sure that you don't annoy everyone around you. Thanks so much for checking us out. Our name is Ask Japanese. My name is Kathy Cat.And check out this video next for more manners and stuff you need to know before you come to Japan. Thanks for checking us out. Please give it a like and subscribe. That'd be awesome. Thank you.